はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病と療養生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ラーメン屋さんにね、リンゴジュースがある理由なんですけども、リンゴにはね、カリウムが多く含まれています。カリウムは血をきれいにしてくれる効果があります。血がきれいになるとですね、お肌もきれいになるので美人が多いですね。ラーメン屋さん食べに行くじゃないですか。家族と最近食べに行くことが、もうずっとなんですけども、一人で食べに行くことはないんですけどね。カウンターに座ってる人とか、ボックスとかね、普通のテーブルで座ってる人とかやったらもうそうなんですけども、なんかね、女性がすごい多いなと思いますね。ああ、綺麗な人、あんな綺麗な姉ちゃん、がっつりすすってるわっていうのがね、結構見受けられますね。またリンゴジュースの話に戻しますけども、リンゴはね、こう血液をきれいにしてくれるのプラス、さらにね、血の中のナトリウム、塩分ですよね、それを排出してくれる効果がね、高いと言われていますね。今日はそんな美人のお姉ちゃんの話からね、リンゴに関する素敵なお話から始まりましたけども、チェーン展開されているラーメン屋さんのね、ドリンクメニューにね、リンゴジュースがね、必ずと言って過言ですけど、大体載ってるんですよ、メニューに、ね、並んでるんですよね。でもそういえばね、中華料理屋さんのメニューにもね、載ってましたよ。でも子供がね、まだ小さい、でもじゃないな、子供が小さいんですけど、うちね、もっと小さい頃はね、ラーメン屋さんや中華料理屋さんに行った時にね、こう真っ先にリンゴジュースを頼んでですね、すぐに持ってきてもらって、こう待ち時間をですね、退屈させずにしてたんですけども、でも今はそれがコーラに変わりましたけどね、コーラに変わった隣にね、虫歯が多くなってしまって、ね、毎日歯磨きね、こう、しわぎはお父さんよって、こう、ガチャガチャガチャってこうやってるんですけども、それでもなんかこう、歯医者に行くと、ここ黒いよとかね、もう、これ虫歯のポケットあるわとか言われたりしてますよね。話は音が置いといてですね。話を戻しますけども、リンゴって昔からこう、リンゴダイエットってありましたよね。あれはね、今になって思うんですけども、それなりにね、理にかなってるというか、リンゴがもたらしてくれる効果を知るとですね、ええなぁってね、思いますね。先ほども言いましたようにですね、カリウムを多く含む食べ物というのはね、血をきれいにしてくれます。血液中のナトリウム、すなわち塩分をですね、減らしてくれます。では、なぜ塩分を減らした方がいいのかと言いますとですね、皆さんの中で、こう、健康診断をね、受けたことある人もいてますよね。いてると思います。受けたことないっていう人もいてると思いますけど、聞いてください。その健康診断のね、三大検査っていうのがあるんですけども、血圧でしょ、血糖、血中脂肪があります。その中でも一番やいや言われるのがですね、血圧ですね。血圧を制すれば全てを制するというようにですね、血圧、言うんかな分からへんですけど、多分言うと思います。それぐらい血圧が大事なんでね。話戻しますけども、その血圧がですね、正常値の範囲であればですね、血糖も血中脂肪もそれほどそないに何も言われないんですよね。その、血圧をね、正常値の範囲に保つ方法として、やはりこの先ほども言ってますけども、塩分コントロールがね、重要となってきます。その塩分コントロールをするにあたって、リンゴがええよってことなんですよ。でも、リンゴがええよって言っても、やはりこう食べ過ぎはよくありませんので、そこは注意せなきませんね。食後にね、リンゴ半分から1個ぐらいがちょうどええと思います。でも、そもそもラーメン食べた後って、リンゴ2個も3個も食べられへんでしょ。そんなね、リンゴを食べることで、血液中の塩分をね、減塩してくれてですよ。血をきれいにしてくれることによってですね、血栓などのね、予防になって、血圧を下げてくれたりすることにつながりますんで、リンゴもリンゴジュースも嫌いな人はね、別の食材でもね、カリウム取ってくれてもね、構いませんよ。みかんでもええらしいです。みかんもね、リンゴと一緒ぐらいのカリウムの量が入ってますんで、その野菜やったらモロヘイヤとかもいいらしいですよね。でももう一度言いますけども、カリウムを取りすぎは飽きません。
血液や血糖などに関する、まあ、血液の塩分コントロールのためのカリウムなんでね、まあ、でも安心してください。まあ、腎機能が正常であり、特にカリウムのサプリメントなどをこう使用しない限りはね、こう過剰摂取にはね、なる危険性はね、低いと言われてます。よかったですね。しかしこう腎臓の機能がね、低下している場合はですね、カリウムの過剰摂取に注意が必要です。まあ、カリウムはね、大部分がこうおしっこにこう排出されますけどもね、もう腎不全などでね、腎機能が低下するとですね、カリウムがうまくこう排出されなくなってですね、高カリウム血症になります。怖い、これは怖いですね。高カリウム血症になるとですね、筋収縮がね、調節できなくなってしまったりとか、こう四肢のしびれ、手足のしびれですよ。あとその心電図異常などね、心電図の異常などが現れてですね、まあ、重篤な場合やったら心停止を起こすこともあります。でもまあこうなったらもう別の病気なんで、こう、まあ、病院でこうなる前に言われるはずです。先生にね、さっきに言われるはずです。こういうことがあるから注意しなきませんよってね。まあ、今回はね、リンゴやみかんやモロヘイヤなどをね、例に挙げましたけどもね、まあ、それら以外にもカリウムをもっと多く含む食材があります。バナナはね、リンゴの約3倍です。まあ、ちなみにモロヘイヤはリンゴの約5倍です。ピーナッツは約7倍です。まあ、それぞれね、食材のこう 100g 中のカリウムの量ですよね。まあ、皆さんも血圧をきれいにするために手軽にね、食べるものから簡単に優しく始めてみてください。ね、もうラーメンの話からカリウムの話になってますけども、まあ、リンゴの話もどこ行ってんって感じなんですけどもね。リンゴね、食べてますけど、昔はね、丸かじりしてたんです。こう、洗ってね、ちゃんと洗ってね。このリンゴと、まあ、皮のついてるやつはね、今僕食べれないんですよ。皮を剥いてちゃんと食べなさいっていう、これはあの、食事制限がありますのでね。で、ほんまその皮と身の間にポリフェノールがね、入ってるんで、果物のポリフェノールがね、最高にいいと言われているから、食べたいんですけども、皮を剥けと言われてます、ね、食べたいなと思うんですけどね、こればっかりはね、言うこと聞かんとね、ダメですね。柿もそうでしょ。あと何、あ、みかんももちろんみかんはもう皮むいて食べますけど、あと何や、あーそう、いちごの皮ってどうやって剥くんだろうな。剥かれへんから食べられへんわ。いちご食べられへんっす今。あとは、キウイはまあ皮むくでしょ。まあ半分に切って、こう、スプーンで食べたりね、しますしね。まあ、何かしら皮のついてる果物は、あ、ぶどうもそうです。皮ごと食べるやつでも皮むいて食べなあかんから、ちょっとめんどくさいですけども、まあそんな話が、その話じゃない、そんな食事制限が僕にはあります。また話はそれましたけども。まあそのやっぱラーメン食べて、スープの全部飲んだらあかんって僕言われてる人間なんで、やっぱその塩分っていうのがすごいよっていうふうに言われてたんですよ、ラーメンの中でもね。だからそれで、こう、なんか他にもっといい方法ないかなってね、体を良くするんですよ。もっといい方法ないかなってこう、いろいろ調べた時に、リンゴええやんってなって、まあ、今回この話に至ったわけですよ。で、よう考えたら、うちの子供ずっとリンゴジュース飲んでたよなとかね、メニュー表を開いたら絶対リンゴジュースあるよなって、ね、これ居酒屋さんでもありますよね、リンゴジュースってね。ソフトドリンクで大人でリンゴジュース飲むとってあんまおらんと思うんですけども、いや、置いているかもしれないんですけども、まあ、でもね、そういう、入っているってことは、それなりの理由があるというわけでございます、と思っておりますけども、皆さんいかがでしょうかね。まあ、皆さんもよかったら始めてみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。